でで、朝飲んじゃったじゃんかよ。そこまあ開ければいいのよ、一個。ちっちゃく入れてね。おいしそうよ、でで。やだ、もうほら、気配がわかるんだよ。もう待っても。これで、ああ、食べられるかね、うまく。向きがね、どうしてもこっち側ばっかりになっちゃうんだね。で、おしっこで少し濡れてたの、お尻が。でね、泣いたの。そうな、それができなくなっちゃったの、なんかこの頃。やった。食べてるか。食べてますか。食べてる、やっと食べてるわ。ここも開けてみましょう。やったー。 見えないルールが。 いいわね。むしゃむしゃじゃん、あんた。腹減ってんのかよ、まったく。じー、まったく、どうしようもない年寄りだな、まあ。でも昨日ちょっと全部は食べてないのね。お腹空いてんのかな。涼しいからかね。あ、やっぱり昼夜逆転したの？そうかな。パンもう少しお締めしなきゃダメよ。そんな。結構示せたら平気よ。ちゃんとしましたがなよ。飲み物ちゃんと飲めるからさ。水足んないんじゃないかと思うけど、でもおしっこは出てるわね。夜もよく出てるし。よしよし。なんでそうなっちゃうんだかな、足がさ、少し良くなっちゃったからなの？そっちだったよね。ちゃんとお座りしてたのね。足が動く、逆に立っちゃうのか。違うか。あ、足って変だよ、お父さん。足の先っちょが。だからだよ。踏ん張ってないじゃん。そういうことか。踏ん張れなくなっちゃったんだね。ここの足こうだよ。そう、偉い偉い。そうよ。あ、偉い偉い。よしよし。踏ん張れたか。そうか。ちっちゃな足になっちゃったな。クイってなっちゃって。転足みたいになっちゃった。おいしいおいしい。時々バクってさ、おさじ、それを、回してやればいいのよ。お茶碗を。私は手でグイグイやっちゃうけど、そう、回してやんと、食べたいところで、そうそう。もう当てがってやんなきゃいけないんで、しょうがないな。でも、やれば食べるね。パンが好きなんだ。いいんだ。食べやすいから。よしよし。おいしいの？もう食べたくてやっぱり泣いたんだ、きっと。おしっこしてさ。そうそう、ぐるぐる回すといいよ。ルルが顔動かせないからね。回してやんだ。もうちょっと入れたら？もうないわ。やったー。食パン一枚完食よ。耳だから食べ根があるわよ。 ちゃんとしとってないとダメだよ。しとらせて、下の方へ、もう押してって。
よし。ああ、もうじき、ちょっと息が、ちょっと休めば、ルル。よし、休憩してからでいいわ。うん、苦しい。苦しい。またベルが。ほんと苦しいでしょ。まあ、静かにすればいいんだけど、ここで空にこうやって動いちゃうのね。これは何？分かってないんだもん。もう分かんないのか。しょうがないな。でもおしっこ出てさ、なさそうに泣くしさ、取ってやれば一応その時、それとりあえず黙るよ。で、食べさせればまた黙るでしょ。忙しいわね。そう言ってるうちにほら明るくなりましたよ外。あーへー。元気だけど向こうは、なんだ向こうへ行っちゃうのかな。じっとしてた方がいいよ。苦しいし、顎がね、赤くなっちゃったのも、こすれてお茶碗で、後ろから見ると。だから、びしゃびしゃの時に顎を後で洗ってやるんだ。顎舐められないから。よし、静かにしよう。ルル、朝になったぞ。一生懸命とかって動いちゃうのね。一生懸命で、もうボロボロだったわよ。でもね、この毛布のおかげで足がね、傷だらけにならないで済んでる。だからここからなかなか出せないね。こうやって動いてる時は。もう、これをコンクリでやって、傷だらけになったんだからさ。しょうがないな。大丈夫か、ルル。触ると急にびっくりするんだよね。で、反応しちゃうのね。どうしようもないね。